モコと申します。この自粛期間でですね、私、髪の毛がすごい伸びてしまいまして、まあ先日アップさせていただいた動画なんですけども、こちらは、まあこんな感じで、ものすごい、もうなんか目が隠れるぐらいのもうなんか伸びちゃったんですね、髪の毛が。で、先日、ようやくその髪の毛を、切ってまいりましたので、ちょっとその様子を、見ていただきたいかなと思っております。まあ、そっから、さらに1ヶ月切んなかったのよ。この動画上げたんがちょっと4週間前ってなったから、これからさらに1ヶ月伸ばした状態のものがこちらになるんですけども、はい。若干目とか映っちゃってないけど、前髪がさらに伸びてるのわかるやろ。そろそろもう、こうやって、口開けたら髪の毛食べれるんじゃないかってぐらい。ね、はい。今映ってるのがこれ、モルさんっていうはい、YouTuber です。はい。彼に切ってもらいました。もう全部カットしちゃうねんけど、こんな感じに仕上がりました。はい。どうでしょうか。これね、カットする様子はね、モルさんのね、動画でも全部映ってるんで、そっちを見てほしいかな。うん。こんな感じになりました。そして、切った髪の毛。どうこれ。羊の毛買った後みたいになってんねん、これ。すごない?これだけの量の髪の毛を僕は頭の上に抱えながらやつは。だから軽くなった、すごい、頭が。すごいよね、これ。頭すごい軽になったもん。それまでなんか結構なんか頭皮の神経痛みたいなんで結構悩んでてんけど、一気に治ったからな、これ。これだけの量の髪の毛が、僕の頭に乗っかってました。まあ、これがね、モルさんにちょっとちゃんとヘアセット、メイクしてもらった感じなんですけど、はい。結構イケてるやろ。かなりガチガチに活かしてまして、で、まあその切ってもらってから、まあ約5日ほど経った状態のものがこちらです。はい。どうでしょうか?なんかちょっと落ち着いてワイルドになったやろ?どうですか?意外とワイルドになったんじゃないでしょうか?まあ自分もね、そろそろ年相応のファッションというか見た目というかそういうのにこだわっていきたい。ワイルドになっていきたい。生かしたおっちゃんになりたいなと思ってます。はい。これからのモコにご期待ください。おいい見えてるよ見えてるよ。じゃあもう一個だ。